声をお願いいたします。皆さん頑張ってください。お待たせしました。じゃあいいですか、それでは始めてください。全国各地で伝統文化子ども教室が開かれているので、ね、まあ、この大会でもありがたいことに教室で頼まれた子どもたちが多く参加してくださっておりますけれどもね、まあ、教室で学んで子どもの無理であれ、で次に高校に進まれると今度は高校の部活動で和装クラブね、その先生と今学校代行のみたいなことなんですが、そこへ行って、そしてさらには一緒でのことを目指していただこうね、将来このね、クリストでも女王の誕生することが楽しいですね。お子さんたちの美容姿じゃないのかもしれない。美容姿は変わったのかな。Thank you.
か。はい、おはしゃぎをきれいに直すところや襟を左右対称になるように教えていただきました。かなりお稽古されたんですね。はい、私は伝統文化をよく教室からスタートし、この大会に向けて振袖を約2年練習しました。じゃあ今日は出題生にね、ご覧いただきましょう。この機能はどなたが選んでくださったんですか。母と先生と一緒に選びました。この着物は絞りでとても高級感があり、もともと紫が好きなのでとても気に入っています。高級感漂ってます。見てもらいましょう。ありがとうございました。今日はいかがでしたか。今日は先生に指摘されたところを、きちんと守りきれいにできたと思います。自身で難しいなと思ったというところありますか。はい、おはしょりがもともと、いつも汚くなってしまうとしまうので、そこを直すことが難しかったです。素敵なお着物はどなたが選んでくださったんですか。はい、母と先生とで選びました。ご自身の好きなポイントはどちらでしょう。この緑は鮮やかですが、人に癒しを与える色だとも思っております。ありがとうございます。よく見ていただきました。ありがとうございました。今日はいかがでしたか。今日は、楽しく上手にできました。何か気をつけたポイントとかありますか。お箸をきれいにすることと襟を整えることです。着物はじゃかなりお稽古されたんですか。はい、2年くらい袖の着装の練習をしました。先生とお母さんと3人で決めさせていただきました。ご自身の気に入っているポイントを教えていただけますか。オレンジ色の鮮やか
しますか。みんなしっかりしてるわ。本当に。ね、はい、自分の考え持ってるよね。しっかりとした考えを持って。しっかりいただきましたよ。ありがとうございます。自信持ってる。それが一番いいですよね。さあ、いかがでしょうか。かわいいお母さんたちの着付けが出来上がりました。前に並んでいただいております。皆さん、先生方。うまく見かけてしまったという感じですよね。そうですね。それではお店方を審査していただきましょう。どうぞ皆さんそのまま後ろを向いてください。お持ちの番号札高く上げてください。これがお店方の審査です。さあどうぞしっかりと番号札上げてください。先生方番号札の確認もよろしくお願いいたします。はい、ご支援をいただきました。ご支援にしっかりとお願いします。お姿も今しましたでございます。先生が見てもお姿がどうか感じでございますね。さあそれでは番号までゆっくりと下ろしていただいて、もう一度皆さん前を見てください。はい、いかがでしょうか。しっかり前を向いてお父さんお母さんでいらっしゃると思いますけどね。さあいかがでしょうか。それでは真ん中の方から左右入れ替わってください。さあ今度は皆さんがゆっくりと動きます。成果はどうですね。さあそしてポジションまで来ていただいて、またしっかりと前を見てください。はい、ありがとうございます。手を振ってご支援いただいております。さあいかがでしょうか。練習通り、ね、できましたって、ね、皆さん自信あふれる言葉が返ってきましたね。じゃあもう一度後ろを向いてお姿を審査していただきましょう。どうぞ皆さん後ろを向いてください。もう一度番号札高く上げてください。番号札の確認よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。たくさんの皆様からご支援いただいております。そのご声援に応えていただきました皆さんですが、それでは番号札下げていただいて、皆さんもう一度前を向いてください。素敵な笑顔も忘れずにお願いします。さあ審査が進んでおります。いかがでしょうか。でも素敵な皆さんですよね。男性の方もね、決まってましたね。そうですね。さあそれでは皆さんにお礼のご挨拶をすることにいたします。温かいご声援をいただきました。本日はありがとうございました。それでは先生の方から、はい、どうぞ子供の部の出場の皆さんにもう一度温かいご声援をお願いいたします。